運んでまいりました。ストークです。ポケットモンスターソード続きからやっていきます。ちょ、前回第2鉱山を抜けたところで終わったんですけど、次はここどこだ、エンジンシティ外れですね。ここからエンジンシティに戻っていくというとこなんですが、お守り小判、これお守り小判を私キテルグマに持たせたんですよね。キテルグマにお守り小判を、持ち物バッグを開いて、キテルグマにお守り小判、どれや、違う違う、お守り小判、はい。でですね、次のジムリーダーが炎なんですよ。で、炎に対するモンスターはいなかったので、このカムカメですね。カムカメをちょっとボックスから出してきました。で、カムカメをですね、瞬化させて、次のジムリーダーに勝てるようにしていきたいので、ちょっと強化タイムをすぐやっていこうと思います。で、その間はカットしますので、まあ一瞬だと思うんで、進化シーンとかだけあった場合は、そこだけ撮らせていただきますので、お願いいたします。では、カット。はい、ではですね、一旦ある程度レベル上げが終わって、バチンキーがですね、ゴリランダーだったっけ？名前がちょっと覚えてないぞ。そう、ゴリランダーですね。ゴリランダーに進化したので、一旦ここまで進めていきましょう。どうがーす。化学変化。叩きつける。どのぐらいくらいかな。オッケーオッケーオッケー。クリアスモック、嘘、弱点、スーパーボール、ワンツースリー、嘘、出たでしょ、冗談でしょ、ダメ押し、やめてよ。ちょっと待って、ポケモン変えましょう。うちのキテルグマくんを、ダメ押し、全然食らねえよ。スーパーボールいけ、オッケー、動画捕まえました。動画、これガラルの姿なんかよ。いや、ガラルの姿じゃないよな。はい、ボックス。これがまた動画そのガラルの姿に進化するかな？ちょっとわかんねえな。ちょっとポケモンをキテルグマに変えて、ウソッキーですかな。ウソッキーを捕まえましょう。突進、死にゃせんだろ、今一つなんだ。あ、ダメージ受けるんか、モノマネ突進か、突進覚えたんかい。じゃあぶん回す、ブオーン、さっきの突進、いて、尻尾返しとどっちが払うか。じゃあまあ、ぶん回すでもう一回下げましょう。ぶん回す。で、次スーパーボールですね。岩石封じ、マジか。いてーよー、スーパーボール行け、
ワン、あ、嘘、当選棒、逃げられない。まあいいよ、別に逃げるつもりはない。スーパーボールで捕まえる。嘘でしょ、もう一回スーパーボール捕まえられるのかね。まだ、いや捕まえられるはず。オッケー、いや、やりましたよ、ソッキー捕まえましたよ。よし、これでキテルガのレベルも上がるし、おっしゃー、ジタバタ。じゃあいいや、ソッキー岩ボックスに入れましょう。終わった、夜の族に当たってしまった。大丈夫かな、怪力、怪力、あ、いつ、え、あ、神通力、やばい、いやー、やめてー、ぶん回す、うー、ブームブーム、よっしゃ、夜の族倒しましたよ。夜の族はね、方法が進化できるんで、進化でゲットしましょう。レドムシルベ30。他におらん、うん、レドムシが進化する。おお、何に進化するんだ、レドムシ。進化するとは思わなんだぞ。なんじゃこいつ。おめでとう、イオルブ。すげえ。進化するのか。イオルブ。虫エスパーポケモン。すごい。七星ポケモン。いや、かっこいいじゃん。いいね。ちょっと待ってくださいよ。回復させての。オリランダは使わんけ、まだいっかな、とりあえず。他はおらんのか。スパボール3個。カムカメか。カムカメはまあいいでしょ、普通に怪力で。いや、ぶん回すでいいから。ぶん回す。守るか。守るは攻撃食らわないですかね、しょうがない。ぶん回す。ブロン。水鉄砲。ぶん回す。おいしょっと。はい。あ、カムカムまだレベル上がらんな。もうちょっとレベル上がってくれるんだけどな。夜の族、ソッキーぐらいかな。はい、マダム。お若いポケモントレーナーさん、お相手してくださるかしら。マダムの強化勝負を仕掛けていた。ワンパチ。よし、キテルムナの怪力で一発で沈めましょう。怪力。うりゃ、バシ。よし、オッケー。カムカムそろそろ進化してくれんかな。心盛り。いや、いいよ。心盛りってなんだ。ノーマル効くか、ノーマル効くよな。エアカッター。角度が入っておけまずいか。逆転だ。怪力。よいしょ。一撃だぜ。いや、結構良いですな。さすがキテルグマ。我が相棒。あら、まあ、ポケモン勝負に慣れていらっしゃるのね。総価賞金として9600円手に入った。960円だね。9600円だよ。おー、よっしゃ、カムカム進化した。え、カムカムの様子が。ティッティッティッ。よし、これで次のエンジンシティ戦はいけるでしょう。おめでとう、カムカムはかじり紙に進化した。オッケー。てか、水、岩。
岩石封じ。守るでいいかな。オッケー、岩石封じ。もしかしてクラブとかキングラーの方が結構有利。まあいっか。警察官がおる。ちょっと君、いいからお巡りさんと手合わせしなさい。それはどういうことだ。いきなりなんか怖えよ、警察さんの顔、あの笑顔怖え。ガーディー、よし、快適で沈めましょう。威嚇、あー攻撃力下がるやつだ、嫌いだな威嚇。怪力で沈む、沈むんかな。おー沈んだ、さすが。オッケー、いいポケモンと一緒だね。それに戦い方もいい。ストーカー賞金として5520円手に入れた。はい、じゃあエンジンシティに行きましょうか。お、知力の羽、なんか手に入るかな。ここ羽が手に入るんですよ、いっぱい。瞬発の羽、精神の羽、知力の羽、なるほど。とりあえずスボミーに戻りましょうか。ボールくれるかな。あ、くれんな。スボミーン、ストーク選手だっけ。遅くまで頑張っとうね。そうだ、あんたちょっと付き合ってよ。私がジムチャレンジで勝てるか試しておきたいし。分かったよ。お、やる気やな。はい、ではマリと勝負ですね。あれはダークボールかな。グレッグル、怪力で負けると不機嫌になるからね。まあ私負けるわけないけどね。怪力で進めましょう。怪力、おいしょ。さすが強え。キテルグマ強いっすよ。ズルック、いやいいよそのままで。今一つだったっけ両方とも。効果ありか、オッケー。怪力、よいしょ。いや、このキテルグマちゃんですね、格闘技を覚えてほしいですよね。格闘グマが、格闘グマじゃねえ、モルペコ。いや、オッケー、そのあれ終わっちゃうのつまらん、だから粘っちゃう私たち。モルペコ、怪力だ、電気ショック、いけー、怪力、よいしょー。が強え、いや本当強いっすわ。よっしゃ、キテルグマレベルアップ。マリーに勝つなんてあんたちょっとやるじゃん。そうか、賞金として6240円手に入れた。明日に備えて寝るか、あんたもお休み。ルルル、モルペコかわいいな。モルペコって進化するんかな。翌朝、おはよう、ストーク。あんたの友達もうジムチャレンジ行ったよ。ガブさんのリーカードでバッチリ対策したからって言って、なんかたくさんくれたからあんたに分けてあげるよ。はーい、リーカードもらっちゃった。あとこれも昨夜の勝負のお礼。やけど直しありがとう。あんたの燃える男カブさんにも勝てるんじゃない。きっとエンジンスタジアムでジムバッジもらおうてきたら。今は自転車に乗ることできない。ここ乗れんのか。
とりあえずポケセンじゃないわ。そう、ポケセンで、やけど話とかね、回復とか持っとこう。じゃないとあれですからね。とりあえずポケセンに行って、水に岩が入ってましたからね。それはちょっと盲点だった。来たな、ストーク。俺は炎バッチバッチリ受け取ったぞ。さすがメルトコ炎のカブさん。俺の最強メンバーでも大変な試合になったぞ。ストーク、お前なら燃えるカブさんにだって勝てるぞ。はい、ということですね。カブさんに勝てるように頑張っていきましょう。とりあえず一旦セーブします。ジムチャレンジャー、よくぞ参られた。ジムチャレンジャーは厳しく、カブさんに挑むものは少ないが、早速手続きしますか。挑戦します。ユニフォームに着替えていただこう。任せてくださいよ。さあ、カブさんか。カブさんね。あ、ジョンでなかった。一味違うってジムチャレンジが。まあ問題ないっしょ。炎のジムでのジムミッションはポケモン捕獲で多くのポイントを稼ぐのです。5ポイント稼ぐとクリアです。ちなみにポイントは草むらにいるポケモンを倒すと1ポイント、捕まえたら2ポイントになります。ただしポケモンの強度は他のトレーナーも一緒です。つまり相手が何をするか考えつつベストなアクションでポイントを稼ぐのですよ。ジムミッションスタート。じゃあとりあえず炎だからポケモンを入れ替えて、カジリガメ、何が出てくる、ヤクレ、とりあえずヤクレに水鉄砲、よいしょ、ヤトウモに猫だまし、今回今一つにやる。あ、マジで？それはちょっとやめてよ。水鉄砲、ヤクレ、ああ全然削れんな。ヤトウモリ、鬼火、やけどになったやんけ。虫食い、うわやけど、頼む捕まえてほしい。まだいかないな、さすがに。虫食い、あーこっちに来んなよ、もう。次で行け。次でね。もうあとは捕まえて終わりだ。なんでこっちにやる。そう、全く邪魔をしてばっかりで、ね。とぐろを巻く。攻撃上がった。かじりがめ。よっしゃ、スーパーボール行け。1、2、3、ダー、嘘でしょ。もう絶対、あいつ妨害しかしてこんな、本当に。虫食いこっちにすんなよ。あー、かじりガメが。なんてこったい。ドロッコン出しても、とりあえず。スーパーボール。ブイブイ。オッケー。あー、きついわ。のーきつい。で、実際に捕まれるのがすごいよね、役で。炎虫。2ポイント。ちょっと待って。ポケモン回復させて、元気のかけらでかじり、よいしょ。次はなんだ、ひともし、これかわいいな。
水鉄砲一文字。そんな削れない。炎の渦、炎の威力上がった。鬼火、薬理には効果ないようだ。水鉄砲、よっしゃ、もう一回やな。一文字ね、これ育ててみたいですよね。どうなるか。たたり目、結構食らった、急所に当たった。水鉄砲で、これで削れるから、これでスーパーボールですね。噛みつく、こっち来んなよ。あー、倒したじゃん。これどうなる ?1 ポイント、マジか。タンド、タンドン倒そうか先に。邪魔だな。蒸気機関、高速スピン、ロコンの鬼火。ああ、もうこっちに鬼火をしないでよ。まったく、ちょっとこっちを、このタンドンちゃんを先に蹴散らそう。怪しい光、混乱した。あ、じゃあほっとくか。混乱したんでほっといて、ロコンに水鉄砲を自爆してくれ。やったー、自爆した。あれ、もう一匹おったっけ。焼き尽くす。よし。いや、とりあえず食らってないから、そうそう、スーパーボールで行ってみるか。うわ、また出てきたよ、もう。スーパーボール!ぷい?ぷい?ぷい?いけ!いやー、マジか。あー、倒したー!邪魔だな、トレーナー。ドロッコを出して、もう速攻で倒しましょう。撃ち落とす、一撃で終わってほしいな。よっしゃ、一撃じゃ、オッケー。トロッコンで余裕じゃん。ちょっと待って。なんか、いらんかったかじり画面。あれ?なんか違う感じがするぞ。次は炎のジムリーダー、カブさんだ。いけ、チャレンジャー。やっとカブさんですよ。あと回復しさせといた方がいいかな。ちょっと回復させてかもったいないけど。え、トロッコンで余裕だったんじゃない?なんか、そんな気がしてきたぞ。神妙な雰囲気で入ってきますね。カブさん、1212って感じで入っていっとる。さすがカブさん。経験者だよ。待って、それどういう意味なんかよくわからんけど。いや、とりあえずもうこれでね、カブさんをトロッコンって、トロッコンで倒すか。ちょっとなんか、あれなんだけど。ようこそ、僕が炎タイプのジムリーダー、カブだ。草タイプの野郎、水タイプのルンリアを退け、よくぞここまで来たものだ。どのトレーナーも、どのポケモンも勝つために、トレーニングしてるだろう。だが、戦う相手も同じように努力している。
勝負の渡り目は本番でどれだけ実力を出せるかだ。カブ、ジムリーダーのカブが勝負を仕掛けてきた。カブは9個送り出した。行けトロッゴン、ダイマックス使いになりましたね。打ち落とす、引くはず多分。ああ2発かな。キノコ打ち落とす、オッケー。あれ、カジイガミいらんくなかった。あれ全然いらねえや。トロッコンレベルアップ、ウィンディー、いや大丈夫、そのままでいこう。ウィンディの威嚇、威嚇はめんどくさいな。打ち落とす、いやいい、大丈夫、そこは大丈夫。打ち落とす、大丈夫大丈夫、全然効かないよ。打ち落とす、何回でも打ち落としていくよ。噛みつく、打ち落としていきます。よっしゃ、ウィンディ撃破、効果抜群だ。よっしゃ、ピリチもらった、ゴリランド丸役で、いやそのままでいくよ。カブよ、頭を燃やせ、動かせ、勝てる道筋を探すんだ。丸役で送り出した、ダイマックス、ダイロック、いけ、ダイマックスだぜ。ドロッコンのダイマックスですね。結局こじりこめつこうか、マジでかわいそうというか、えって感じですね。さあドロッコンがまずダイマックスをして、マリアクで燃え盛れ、巨大マックスで姿を変えろ。ダイロック、ドーン、お、めっちゃ食らうじゃん。砂嵐が吹き始めた、ダイワーム、あ、虫か、そうか、ダイワームがあるよな。トップが下がった、いや大丈夫、ダイロックでいけるはず。ダイロック、オッケー、トロッコンで余裕だったマジか、何のためにレベル上げしたんだ。まあいいや、あーいい、うん、いいとしよう。トロッコン強え伏兵がおった、伏兵が。いいポケモン、いいトレーナーだ、君たちは勝って当然だよ。ストーカー賞金として4320円手に入れた。ジムチャレンジャー、初めの難関と呼ばれるこのカムに勝つとは、僕の長年の経験を君の才能を上回ったな。僕はまだまだ学ばないとね。君たちは間違いなく最高のチームになる。今日は戦えてよかったよ。僕に勝った証として炎バッジを送ろう。炎バッジゲット、レベル35までのポケモンを捕まえられるようになった。
ダイマックスによって僕たちのポケモン勝負はガラル地方の文化となった。そして文化を似合うのは若いトレーナーの役目だよ。もっともただ守るだけではなく君たちのより良いものにするんだ。僕たち大人は支えるから。いやー激闘だったわ。ストーク、お前とトロッコンたちなら大丈夫と分かっていても試合はドキドキしたぞ。ストークさん、あなたもジムチャレンジャーとして草、水、炎のジムバッジを見事に集めました。記念にこちらの技マシンをもらってください。鬼火を手に入れた。鬼火をしまった。カブさんと着ていると同じデザインのユニフォームどうぞ。このセットを手に入れた。それだけ実力あればナックルシティより先に待つジムリーダーにも挑めるでしょう。再びワイドエリアに降り立ちナックルシティに向かうのです。バッティを持っているロッテアさん、ワイドエリアの奥にいる強いポケモン平気だよな。よし、ワイドエリアに向かうぞ。はい、ではですね、今回はここまで。次回はワイルドエリアを越えてナックルシティを目指していきたいと思います。ゲーム実況はストークでした。バイバーイ。フォーカスザレボリューション、この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。